少子化の原因は日本人が晩婚化しているからという説があるみたいですが、だとしたら学校教育などを改革するなどして早めに社会に進出できるようにすればいいだけなんじゃないかと思うんですが、無理なんでしょうか。例えば IT などを駆使して学習を効率化させたり、早い段階で専門教育を施すとすれば教育水準を下げるのに晩婚化を改善できるのではないかと思うのですが、言ってることは一理あるのですが、問題は文科省の方針を文科省が変える気がないということです。なのでそのじゃあそもそも論、その学校教育がされることによって22歳ぐらいになって社会人になるという仕組みなんですけど、大学の教育の4年間のやった教育で社会に出る上で役に立っているものがどれぐらいありますかっていうと、ほとんどないんですよ。で、なんでこうなるかっていうと、社会に出てない人たちが教育を決めてるからです。要はまあ、文科省の働いてる官僚の人たちとかも、東大を出て、そのままキャリアとして、文部科学省に入るので、学校と官僚しか知らない人なんですよ。で、学校教育は受けてるから、学校教育の、今まで受けたものは詳しいんですよ。で、じゃあ学校の先生って、大体、学校で教職免許というのを取って、卒業するとともに、学校の先生になるんですよ。なので、まあ、小学校、中学校、高校、大学と教育を受けて、で、その人が教育をする側になる先生になり、で、小、中、高、大を出て、教育システムを作る側になるっていう、教育しか知らない人がぐるぐる回してるんですよ。なので、そもそもやってる行為というのが、社会で成功する上で本当に必要なことなのかっていうと、ずれてるんですよね。で、とはいえ、日本の場合って、大勢の人が応募してきたら、とりあえず大学卒を取った方がいいよね、とか、で、まあ、個人の優秀さっていうのはわからないので、有名な大学を取った方がいいよねっていう構造になっちゃうんですよ。